はい、どうも皆さん、こんにちは、ニャンマです。ということで、本日もゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。リトの村のね、攻略がね、一応終わったということで、ちょっとね、今回はね、別の方角、こっち側に行って、かかりこ村行こうかなと思いまして、で、なんかかかりこ村に行った方がいいって言われたんだよね。そうそう、これこうなんかさ、文字が読めないから、かかりこ村に行くとなんか文字が読めるようになるみたいなことを言ってたんで、今日はね、かかりこ村方面に行こうかなと思いやす。かかりこ村こっちの方だよね。まあ、こっち方面に向かって僕は行っていきたいと思います。なに、ギリセーフ。どうした？リンク様お疲れ様です。馬宿出張所は使っていただ、いや、まだ使ってないですね。この武器邪魔だな。しっかり遮ってくんなよ、武器が。なんか服が増えてるってさ、言ってたんだよな。あ、リトの服。あ、ここで買えるんよ。そうだ、服、明かりのやつ使ってたから、全然意味ないじゃん。あ、壁登りスピードアップいいな。これ着とこう。で、ここで馬借りられるようになったってことなんで、めっちゃ便利じゃない？ここから行けるでしょ。あ、行けるね。あ、いいね。いいね、いいね。便利、便利。めっちゃ便利。さあ、行きましょう。待って、違う。ね、あの丸ですよ。気になってるのは僕は。どう行こうかな？道に沿っていく？今どこ？あ、ここか。じゃあこっちの道に沿っていくか。うわっ！ボコブリンいる。ボスボコブリンいる。ボスボコブリンいる。メーベの町、あと。あ、井戸あるじゃん。よいしょ。井戸はいいですね。よいしょ。何がいるかな？魚？明かり花だ。もう全然取れない。もういいや。爆弾あったっけな？あ、爆弾なくね？うわ、爆弾集めも行かなきゃだな、これ。ここ開けらんないってこと？あ、いや、開けられるわ。これでいけるんだ。岩ハンマーでいけるんだわ。そう、俺爆弾でしかいけない脳になってたわ。宝石系だけかな？それだけか。なんかご褒美少ないな、ここ。うわ、最悪。雨降ってきやがった。うわ、しかも雷。最悪。なんかあるね。なんだこれ。登れるかな、これ。あ、来た。洞窟だ。牧場跡の洞窟？え、なに？中まで来るの？怖っ。あと、これ敵の陣地じゃね、これ。旅人の剣。まあ、いらんかな。ウフォーフォーがいるね。当たらない。もう弓190もあるから。矢が190もあるから、使い放題だな。あ、これだけか。全然何もなかったわ。向かおうぞ。ゴーゴー。にゃっ。うわ、だるい、こいつ。多分いいアイテム全然落とさねえかんな、こいつ。もういいってどんだけ出てくんねん。あ、これいいな。いや、でも強い武器めっちゃ持ってるからいらんかな。魔物エキス。キルトンのやつやん。え、なんでここにあんの？おい、どんだけ動き出すねん、お前。まあ、マジで。もういいって。あ、なんか、旅人？やべ、バレた。商品が濡れちまう。よっしゃ。なに、商人？商人か。何売ってるんだい？な、ハイラルトマト。何それ？ちょっとなんか気になる。トマトなんか買っとこう、とりあえず。矢はいいね。矢めっちゃ手に入るな。あざました。来てます。ほい。ほいほいほい。オッケー。気持ちいい。気持ちいい。ラッシュしまくり。オッケー。クリア。宝箱あるね。オパール。晴れた。やったぜ。さあ、とりあえずまっすぐ進んでいくか。お前は何持ってる？リンゴ持ってる。リンゴ欲しい。ほい。あれ、ここ最初落ちてきた場所か、俺が。ぽいな。俺が最初落ちてきた場所や、ここ。うわ、出た。無視だ、あいつは。無視無視。あれ普通にこれ道歩いてんだな。
面白い。でね、このところ鉱石がめっちゃ減った気がしない？などこれもやっぱりあの天変地異の影響頃か。だけどこんな噂も耳にした頃、最近あちこちにできた洞窟の中には新しい鉱床がいくつもあるらしい頃、珍しい宝石ならお店で高く買ってもらえるし、洞窟で見つけたら調べてみた方がいいところ。通行人は別にそういう豆知識的なねことしか教えてくれない。なんかありそう。なんもねえじゃん。ハイラルの大地なんにもねえな。うわ、ちょっと待ってよ。うわ、これ絶対あれだ。もう俺わかる。イエロック。お、登れねえか。先に登れたらいいんだけど、これさ、登りづれんだよな。どう登ればいいんだろう、これ。あいつ倒して。強っ。この弓強い。燃やしてきてる。これ上に乗る、ちょ、馬危ないよ。登り方わかんねえんだよな。いけないんだよ、これ。いけないよね。どう登ればいいの、これ。マジで。とりあえず倒すか。OK、倒したけど、OK、1個ね。取る？ OK、今、あー、無理！一瞬じゃん！あれ、撃ったところでなんだよ。あ、一回止まるけど、登れねえんだよな。今！もう一回来るでしょ。来た！今だ！無理ー！無理ー！登れねえよ！登らせろ！取った瞬間に行く！無理ー！おー、これ倒し方わかんねえんだけど。マジ登れないもん、これ。もう弓でやるしかないじゃん、こんな。当たった。当たったらなんか起こんない。あ、止まるのか。そのうちにあれか。ここから登るのか。ちょっと食べ物全然ねえんだけど。やべ。食べ物作ってくるの忘れた。あれ、登っちゃえばな、俺の勝ちなんだけどな。いけ！今だ！無理ー！無理じゃん、マジで。一回止まって、で、こいつが、倒れる。登れ登った！オッケー！来た！来た。今だ。違う。全然無理じゃん。死んだの？はぁ？で、これどうやって倒すんだよ、こいつマジで。一旦あれだな。あれを先に攻撃した方がいいな。攻撃、オッケー。攻撃した。あいつらを先に倒す。オッケー。あ、風起きてる。そうだ、風。あ。燃やせばいいのか、そうだ。風起こせばいいんだ。こうして、あれ、風が全然起きない。あ、起きてる。これで、あ、いける！いけない！風起こして、飛んで、行った！よっしゃ、来た。岩ハンマーで、砕く。なんだよ、あいつマジボコブリンがよ！壊れちゃった。ちょっと待って、これで、火炎を飛ばして、ここに乗って、そうだ、こうだ。行ったぞ。来た。壊れちゃった。いけ。もうこっちのもんだ。ここまで来たらこっちのもんだ。登っちゃえば勝ちなんだな。いやー、マジか。よいしょ。あ、来た。ついに来た。もう結構大変だったよ。もう夜になっちゃったよ。マジでいい。何これ。え、ハート？え、これ絶対、めっちゃ強い武器作れんじゃねえの、これ。どうしよう。つけるやつがね、これでいいか。いや、でもな、剣につけたいんだよな。ちょっとなんか剣っぽいのないかな。ボコエッジ消すか。これ、スクラビルド削除して、こうだ。おお !18! 素晴らしい。いいね。ルビーか。また雨？雨多すぎだって。あそこ塔行くか。待ってよ。お？敵陣地かな？いや、でもなんか守られてるよね。うわ！始まりの大地見えてきた。懐かしい。けど、始まりの大地にはあれがないんだな。俺もう落ちてきたからさ、これ乗っていけばさ、一瞬で行けるけど、でも馬よりも全然こっちでやった方が、早い気がするんだけど。ほら、もうこれ一瞬でいけるやん、もうすぐそこ。あ、すげえ。めっちゃ見える。
めっちゃ見えます。ちょうど行くか。一瞬で行けますね。敵がいるんかなこれ。あ、敵いるね。てか結構敵いるな。でもなんだこれ。あ、爆弾がある。あれ投げて届かねえか。届け。オッケー、来た。こんにちは。危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっと待って。もうこれは強いので行こう。よし、一回逃げの。これ持ってそっちに投げて。うわ、ちょーばーしゃーしゃー。俺も死んだ。からかい。全部オッケー。めっちゃ燃やして。でも弓で、弓でやるぞ。危ない危ない。こいつをやって、いいよいいよ、結構攻撃できてる。いいよいいよ、いっちゃ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 。危ねえ。そう、食べ物が全然ねえんだよな。うわ、敵多すぎ。ちょっと一回逃げよう、一回逃げて。危ない。うわ、なんだこれ、罠罠。危ねえ。こ、上から来てよかった。危なかった。あれでやってくるってわけだろう。こう登って弓で行きます。あんま効かないかこれ。あ、いいね、効いてる効いてる。あいつ倒しちゃえばもうこっちのもんよ。よっしゃ、来たーい。あとはこいつら倒すだけ。一旦あいつ倒したいっすね。オッケー、倒して、あと強い武器にして、オッケー、ラッシュ入って、ほい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 はい、楽勝。このクソ。おー、ナイス、チューリー。おー、いいね。めっちゃめっちゃいい。倒したやん、チューリー。わー、めっちゃ素材ある。わわわ、めっちゃ青ボスポコリビ。おー、強そう。めちゃめちゃ強いじゃんあれ絶対。あ、トゲキューハンマー。あ、これスクラビルドか。なるほどね。スクラビルド武器ばっかりでさ。あ、これだ。太いコンボに、絶対こうだ。こうだ。強い、絶対強い。おぉ、いいね。おぉ、いいね。いいね。めちゃめちゃいいね。あ、結構爆弾あったんだな。まあ、上から狙うって感じか。さあ、ハイラ平原、眺望台。来ました。よし、とりあえず行っちゃおう。さあ、楽しみだね。地図、マップがこう見れるのいいね。行くで。3。2。ワン。さあ、どういうマップになっているのか。さあ、これ始まりの大地のマップもこれ見えるんじゃない。うわ、抜けた。上抜けると、そっか、晴れなのか。いいね。さあ、ここは、あ、上の、上もあるね、上もあるね。空島も結構ありそう。さあ、読み取って読み取って、楽しみ。これいいよね。このマップが広がる瞬間マジでいいな。結構広い。あー、うーん、パッと見よくわからんけど、でも結構あれだな、地下に行ける道があるんだ。いや、全然何もないじゃん。空島ってそんなないんだな。空島って意外とそんなないね。どこ行こう。とりあえず行けそうな場所行くか。え、始まりの空島ほどさ、大きい島ってもうないのかな。あそこが始まりの空島、あれほど大きい島ってもうないのかな。空にあのぐらいのね、島探索したいけど。またよいしょ。わ、久しぶり空来たな。やべ、いいな空。金リンゴ、あ、金リンゴめっちゃあるじゃん。効果がよく分かってないけど、ちょ、一回食べてみるか金リンゴ。ちょうどお腹空いてるし、特に何にも起こらないんだな。あ、でもあっちが結構あるな、島。よいしょ。さあ、ここは何だろうな。特になんか祠とかあるわけじゃないっぽいな。何もないじゃん。あ、あー、妖精。あー、あー、妖精。妖精はちょっとゆっくり。いや、でも高いな、あれ。どうやって飛んだ。届かないよ、妖精さん。妖精さん、ちょっと届かないっす。OK。残機増やして。これあれか、上行くのか。え、行けないの、行けないんかい。え、なに、ここ何もないの。え、あ、ここ発射台。あ、上に飛べって。上に飛んだところで。あ、そっちに行けばいいのか。
行して、これでめっちゃ遠くに行けるはずなんで、どこに向かう？おお、めっちゃ飛ぶ、めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだ。どこまで行く、どこまで行く。これ停止するんだよね、停止するはずだよね。え、めっちゃ行くじゃん。おお、ここまで来たのか。行きまーす。あ、もうすぐそこになんかあるな。あっち側も、あっち側もなんかあるな。あそこは届かないか、届かなそうだな。とりあえずここ行くか。ただ、祠とか何にもなさそうだけどね。とりあえずここ行こう。あ、敵おるな。さあ、何がある？お、なんか。なんだ？お前か。にゃは。ここはコルグだけなのかな？なんか、あ、なんかあるけど。あー、木の矢ぐらいか。こうして、いきます。さあ、飛べ。思った以上に飛ぶんだよね。ほら、こう、慣性の法則でさ、さらに上行くから、ロケット消えた後も行くんだよね、上に。あっち側もなんかあるな。あっち側もなんかあるな。でも、届かなそう。届かないから、とりあえずここ行くか。待って、危ねえ。死んだかと思ったわ。昔アロワナ。昔アロワナ。昔ってその昔？ああ、いる。妖精いるじゃん。やっぱ妖精いるんだね。なんかこういう湖に。はい、ゲット。で、これはなんだ？水を流すのか？水流せそうだな。こうやったら。おーっと、どういうことだ？全部流れるまで止めるのか。したら？宝箱ってこと？え、どういうこと？宝箱はさ、でもさ、あ、この状態で取れないんだ。なるほどね。この状態からこれでシュッて取れないな。え、どういうことだ？モードレコだ。なるほど。お、なにこれ？賢者の意志。かつての賢者が残した思い。4つ揃えて女神城に捧げることで賢者との絆をより深めることができると言われている。何それ？どういうこと？何ができるんだろう？あれは敵か。一発、弱っ。あー、落ちちゃったー。あ、妖精、あー、行っちゃった。妖精結構出てくるなぁ。うわ、取れない。もういいや。で、これはそっちに飛んでけってことだな。これがあるってことは。こうでいいのか？おい、いけ、いけー。よいしょ、よいしょ。さよなら。来た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 。さあ、ガチャポイントあるよ。ここは何が出るんだろうね。ゾナウエネルギーで、よいしょ。さあ、なんか新しいの来るかな。めっちゃ、あ、小さなタイヤ。あ、これあれだな。なんか地下にあったやつやな。地底にあったやつや。ライト。あ、いいね。暗闇を照らす。これは洞窟とか、っていうか地底で使えるな。あ、ありがたい、ありがたい。あ、あと1個取れてないな。もうエゾナエネルギーめっちゃあるからな。さあ、新しいの来い。来たかな。来ない。なんでだろう。大きなゾナエネルギー入れてみる。1個だけ。これ意味あんのかな。うわぁ、一個だけで、一個だけでめっちゃ出てきた。あ、でもなんか違うの手に入らないなぁ。なんでだろう。ゴーレムの角でいけるんだっけ。あ、いけるんだね。なんかでも違うの出てこないなぁ。あ、全部出たわ。ロケットは出たんだ。なるほどね。オッケーオッケー。あ、またこれあるなぁ。お、なんだ。あ、祠っぽいのあるなぁ。うわぁ、なんだあそこ。なんかありそうだなぁ。羽があればいけそうだけどね。あそこも気になるな、あの四角い物体。っていうかさ、俺さ、かかりこ村行くんじゃなかったっけ。全然違う方向来てない。とりあえず、あれだな。祠をちょっと見てからだな。多分これまた祠のさ、石の塊をこう持ってこいみたいなやつんじゃないの。そんな気がする。死の道顔の祠。多分持ってこいチャレンジでしょ、これ。線の先にあるやつを。水晶を祠へ捧げよう。ほらね。
で、あれ、あそこ左に、あ、こっちか。あれ飛べそうだけど、あれは、あれか、後で、終わった後に飛べますよってことか。これはなんだ、なんだこれ、弾を置くのか。そんな気がするな。スクラビル、あ、できる。ちょっと待って。動かすのか。あ、連携してる。うわ、なんか宝箱ある。しかも。なんだ、こうか。揺らさなきゃいけないのかな。揺らして揺らして。あ、届きそう。届きそう。届かない？だってさ、これ、切っちゃったら下に落ちちゃうもんね。これあれか？燃やしちゃっていいのか、これ。でさ、だから燃やして、もうさっきそこでワープポイント作ったから、一回これを燃やしちゃって、あーやべ！そう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 、そういうこと、そういうこと。そういうこと、あれ落として、落としたけど、どこに行ったんでしょうか。あれ？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 なくなっちゃった。復活してるな。あ、どうやって取るんだ、マジで。あ、そんなことできんのか。おー、何それ何それ。なんかめっちゃ回ってますけど。なんだ。めちゃくちゃね、これ回転できんのね。なんかよくわかんないな。あ、ここだ。宝箱ここだ。ここに宝箱があるから。あ、これでいけんじゃね？ほら。飛んじゃえ。よいしょ。オッケー、来た。オッケー。あぶねえ。いや、めっちゃいい武器とかなんちゃう。おー、古びた地図。よしよしよし。いいじゃん、いいじゃん。でもさ、これさ、地下をさ、探索してればさ、いずれそこにたどり着くんじゃないか、こう地図手に入れなくても。形重要な気がするんだけど、こうか？よいしょ。なんか歩くない？あれは違うのかな？これなんか、ほら、なんかあるように見えるんだけど、これは関係ないのかな？まあ、いや、とりあえずあっちが行くか。あ、そこにあれがあるのね。あ、マックスデラディッシュ。やった。マックスはいいよ。これさ、ここに置いたらなんかなんの？あ、なんもならないか。よいしょ。こんな雑に扱っていいのか？あれ？あ、こっち持ってこなきゃいけないのか。はい。これは多分祝福だよね。祝福なはず。ああ、祝福だ。ありがとう、ラウル。さあ、何が入ってる？ダイヤモンド！初ゲットじゃない？ええ？スクラビルド攻撃力 25？ えぐ！そんな強いの？まあ、そりゃそうか。マインクラフトみたいだな。さあ、この島はとりあえず OK。かこっち、お、ここにもこれがある。謎のやつ。ある。あれだ。あれだ、さっき見たやつだ。うわ、気になる、これ。あれか。飛ばされていけばいいのか、あれで。あ、あれ、あれ、あれも使えるな。とりあえず、でも飛べるか、こんなんで。どっちから来たんだっけ？あっちから来たのか？こっちに行って、あれ使おう。リンクドアップ。めっちゃ飛ぶ。これ使えるはず。危ない。これで、上に飛べば行ける。行きまーす。ちゃいー。広。ここし、始まりの大地じゃねえ？この下。始まりの大地行きたいな。かかりこ村。行く予定だったんだけど。あ、あ、これだ。一緒だ。あ、でもこれ文字読めないから意味ないんじゃない？あ、そうだ。やっぱかかりこ村先行かないとダメじゃん、これ。あー、ちょっと始まりの大地も気になるんだけど。
っぱかかりこ村に先に行くか。このままだと多分なんか進まないよな。この辺だよね多分。あ？タジカツの祠から行けばいいや。かかりこ村先行こう。あれ？え？ちょっと待って。誰？俺今一瞬さ、カシワかと思った。お、なんだなんだ。ペン。あ、一回合ってるね、多分。小鳥ちゃんたちから、新たなさえずりが届いたぜ。ここの馬宿に宿泊予定のあった常連客がいくら待っても来ないということだ。なんでもここの料理番のゴエータフに、ゼルダ様が直々に教わったレシピを伝授してくれる約束をしたらしい。どうにも無駄さが気がすると。ゴエタフはずっとああして彼らを待ってるんだ。だが訪れない客、いや訪れられない客だとすれば、それにゼルダ様直伝のレシピっていうのがまたネタにされそう。このサイズでついバンデミル価値はありそうだな。何？訪れぬ美食か。あいつに喋りかければいいのか。あれ俺ここ来た場所だもんね。ちょっと馬借りていこうかな。結局ね、でもね、馬使ったところでね、途中でどっか行きたくなっちゃうからね、意味ないんだよ。まだ見えないか、こいつか。ゴエタフ、おかしいな。バラガスさんたち、あの橋を渡ってくれるはずなのに来ない。あの橋、アウール橋を通って馬宿に来られる。あそこ行けばいいのか。竜めっちゃあそこ竜いるな。ゼルダ様直伝のレシピ、これは何なんだろう。ウーマに乗って、ただウーマは後で投げ捨てるかもしれん。乗り捨てていくかもしれない。この橋でしょ、この橋にの先になんかいるっつってたよね。いろんなところ探索したくなっちゃうから。アウール橋、馬いるとね行けないからさ、ちょっと仕方ないところでは。じゃあまたお前そんなところに、なんか無駄に2個あるな。1個でよくないそれ。両面にしてさ、両面印刷してさ、1枚でよくないそれ。どういうこと？で、大体これがある場所には、なんかね、岩とかがね、あったりするんよ。設置するための。え？ない？木がいっぱいあるから、木でやれってことかな？木を切って、こいつを、ここに置くとか。これじゃダメか。この木って切れる？切れないか。あんま木のね、ところ行きたくないのよ。動き出す可能性あるからさ。これ2個あればいけるっしょ。接着して。あ、これでいける。あー、ダメだ。バランス。もっと、しっかり、この辺に、ちゃんと置いて、これでいいんじゃねえか。あ、行ったね。行ったね。オッケー。だいたい一緒だな、いつも。くれるもの。よし。行きまーす。さあもう未開の地。え、こっち？なんかあるな。あ、あるじゃん、テント。あそこだね。あそこはなんだ？あれ、なんかありそうだな。この上登れば、多分。ん？なんかあるな。お前か！これどうすんだっけ？攻撃か。攻撃して、調べるんだっけ？あ、来た。あざました。で、ここは？ここにもいんのかい。ニョヒ？ニョヒじゃなかった。えへだった。えへとニョヒがあるんだ。さあ、ここか？お、めっちゃいるじゃん。何やってんの？美食の基本はレシピ通りに。早く行きなよ。ここは獣肉だろ。え、どうしたんこいつら。もうダメになっちゃったの？あ、なんかある。ゼルダ様直伝獣肉丼レシピ。うまそう。何それ。獣肉ハエラルマイガンへ。元気になる。作れってこと？それ作れってこと？もしかしてこれ作ったらこいつらが動き出すんかな。ゼル様料理目もたやっぱ絶対そうだ。作れってことだ。獣肉ハエラルマイガン持ってるかな。獣肉は今ゲットしたでしょ。ハエラルマイがないかもしれん。ハエラルマイ買っときゃよかった。これ違うもんね。あ、ハエラルそうだもんね。いやでも待ってよ、この辺にあるんじゃないか。獣肉はあって、ハエラル米もどっかあるんじゃないか。何、わざわざハエラル米買いに行かなきゃいけないの？それだるいな。
馬宿戻るか。入られる前買っとくるか。そこの馬宿に入られる前があるとも限らないしな。うわ、近づいてきたね。近づいてきたけど入られる前ないっすか。敵陣、しかもあれイエロックだな。さすがに売ってるよね。そうだよね。全部買ってやろう。上から飛んでビューンっていけないかな。チューリは？チューリ出てほしいんだけど。え？チューリどこ行った？おい、ちょ、なんで必要な時に出てこないんで意味ねえんだよお前。よし、行け。おお、いいね。でもこれそもそも風なくてもさ、扇風機があれば扇風機で行けるんだよね。っていうか、なんか違う方向行ってんな。ちょ、逆流してんな。違うな、そっちじゃないんだよ。もういいか。カプセルとかさ、めっちゃ持ってんだけどさ、なんか作んのめんどくさいってなっちゃうから全然使ってないわ。さあ、これで作ればいいんじゃないの。待って、間違えそうだからもう一回ちゃんと見とこう。獣肉ハイラルマイ岩塩ね。ハイラルマイ必ず獣肉で岩塩、これで料理いけるでしょ。俺でゼルダ様直伝のだってよ。うわうまそう。これ今ちょっとリアルで食いたいんだけど。ああ、なんか来た。助けゼルダ様料理。あ、来た来た来た。これか。なんでこいつら弱ってんな、こんなに。獣肉丼。獣肉ってうまいのか。でもそもそも臭そうだよな。マーオウベリス原菜。あー、名前かそいつらの。ちょちょ、何言ってんだろうと思ったらこいつらの名前な。いいね。うん、そう、早く行ってきな君たち。お礼ね。お礼でハイラル米もらえるの。岩塩？あー、なんか、あ？は、お前ら持ってんじゃねえかよ。作れや。自分で作れや。なんやねん。ん？相棒じゃないか。ペン？お？なになになに急に。常連客の行方が気になってな。俺も近くで飛び上がってた。てか、もういなくなってる。もう何にもなくなってる。テントすらなくなってる。相棒の方はどうだ？何か有益な情報をついばめたかい。何？ここで食べてた常連客を助けたって。なるほど、さえずりの先にはそんな事実が。料理にも精通されていたとは、さすがゼルダ様だな。意外な一面だが納得の一面でもある。と、そうそう、相棒、これが初仕事だったよな。初仕事の結果、あ、これ仕事になるの。ああ、お金もらえるんだ。爆発を踏めば基本給も上がるし、ボーナスも出ると。これ仕事なの？そういう記事。ああ、これが記事になるってことね。人助けしたら記事になるっていう。だから人助けすればなんか仕事したってことになるのかな。馬馬いなくなっちゃった。ああ、来た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 。偉いな。さあ、かかりこ村へ。